つぼいのつぼです。はい、こういうこともあります。何でしょう。世の中には何ですか。緑のビニール傘さんですけれども、名古屋火災、名古屋火災裁判所、はい、岡崎支部の男性裁判官が23日仮裁判に寝坊して現れず、期日が取り消されたことが、25日名古屋火災への取材で明らかになりました。寝坊の理由を別の裁判が長引いているからと嘘の言い訳をしていました。裁判官も人の子、寝坊ぐらいはすると思いますが、仕事柄もうちょっとしっかりしてほしいです。美少女戦士セーラー服を脱がさないでさんからいただいてますが、んちゃ、裁判官が寝坊、書記官も別の裁判が長引いてという嘘をついたのはどういうことなんや。まあ寝坊した時っちゅうのは案外開き直ってゆっくりと言い訳考えながら出社の準備をするもんですよね。まあ自分一人いなくても会社は機能するというのを体験するいい機会になるんだよ。えへえへ。そういう経験ありですか。はあ、プリシラさんからも人間だもの、寝坊もあるかもね。でも問題なのは嘘ついたことですよね。体裁悪いからと思って事務官が嘘ついたみたいですが、やっぱり嘘はダメですよね。ごめんなさいとちゃんと謝れば、それ以上のことはありますかね。私寝坊したということはありませんが、寝坊した夢は何度も見ます。あれめちゃめちゃ怖いですね。試験に遅れたとか、そうはっとなって見て、あ、よかった、あ、夢やったっていうようなことやな。あるある。この人は夢だけでの中でもむちゃくちゃ怖いのに、それがもし現実だったらどんなことになるやろうということですがね。ね、はい、まあこれもいろいろ今いろんな方のご意見もありましたし、うん、ネットなんか見ましても賛否いろいろでした。厳しいご意見もあれば、はい、まあ人間やからしょうがないやないかと、うん、しかし人間やからしょうがないけど嘘はあかんやろうと、はい、ね、そう、他の裁判が長引く嘘はいかんね、ね、と言うけども、はい、大概遅刻した時も遅刻は遅刻でしょうがないから、一番体裁の良い、まあ、あの道路が混んでまして申し訳ないですという道路が混むとか、はい、ね、あの向かい風が強くて遅れましたとかですね。ねえ、はい、いやだからこれ難しい。あの例えば普通の民間の会社なんかでね、はいはい、会議なんかに、うん、こうほら部下とか上司がですよ、うん、あの来ない、うん、電話したら遅刻して今来てますとかっていう状況の時に、うん、相手先にすみません、うちのこのスタッフなんですけど、うん、あの遅刻で今あの寝坊して遅刻で遅れてきてます、すみませんって正直に言った方がいいっていう話でしょ今だと、うん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 、でもそれをやって相手が怒って、うん、なんだうちの会議はそんな大事じゃないのかって言って、うん、へそ曲げて帰っちゃったりしたら、うん、後で上司にこっぴどく叱られちゃうわけじゃないですか。なんでそんなもん正直に言うんだ、ちゃんとごまかして上手にそこをやり過ごせって、うん、あの普通のサラリーマンだとそれがサラリーマンのスキルとして、うん、まあ、社内の中でですよ、うんうんうん、あるわけじゃないですか、はい、でまあ、今回はだからその一般の民間の会社じゃないっていうところがどうなんだろうっていう話なんですけど、うん、もう遅刻した裁判官は遅刻したんだから本人が悪いんで、うん、悪いんですが、うん、この言い訳をしてしまった人っていうのは、うん、じゃあ一体どうすればよかったのかなっていうのは、うん、とってもこうそうやって考えると難しいというか、やっぱりこういう公共の立場だからだとすると正直に言った方が良かったのかなっていうのが、うん、どうなんでしょうね。本当ですね、うん、だからいろいろ皆さん方のご意見見てますとね、なんやらあのなんか何度でもあの目覚まし時計を何度でも止めたらしい、スムーズ機能というのはありがたいですね、うん、あれ何度でもなるもんね、あなるからね、はい、あれもなんか何度でも止めたと、はい、それから電話かけても出なかったっていうぐらい、うん、あのそんな熟睡なのか、うん、どうなん体調が悪いっていうのがだからこの辺ニュアンスの問題で、うん、あのピンからキリまでで、はい、あの本当に病気として体調が悪かった時もあれば、うんうん、あのスヌーズ機能どんだけ鳴らしても眠たい時は眠たいで寝てしまうっていう、ただに眠たいっていう時もあるんで、若い時は、最近はねそういうこともなくなってきましたけど、そんなことはどうでもいいんですけど、うん、はい、若い時はあるので若い時はある、はい、この30いくつ31だ1か、うん、
まあ眠たい盛りはもうちょっと過ぎないかんし、はい、まあ大人なんでね、うん、止めても止めて、この一体この人はどういう性格の人間なんやいのもネットの方ではですね、はい、話題になっておりましたんで、うん、私あるサイト調べて、うん、この佐川真也さんの裁判官、裁判官の生命判断を出してみましたけれども、今までの裁判歴とかじゃなくて、はい、この人はね、はい、幼年期から青年期前半までは非常に恵まれている人生らしいですよ。まあ多分エリートさんやわな、はいはい、裁判官か頭も良くて成績も良かったところだと思うけど。まあいろいろこうね、うん、中年期後半からようやくいろいろと、対処の仕方も覚えていけるので、仕事運は、向いてくるらしいんです。対処の仕方が今ちょっとどうかということもありますけれども。うん、仕事としてはいいんだ。うん、ね、それでね、これね、恋愛運ですけど。これ関係ない。恋愛運何にも関係ないです。ですよ、どんな性格や言うから。ちょっと気に、ちょっとそこ飛ばすの？ちょっと気になったの、はい、恋愛運。恋愛上手の別れ上手らしいです。多重不倫関係を大いに楽しむ節もあり、トラブルが絶えない可能性がある。それ、生命判断だ、はい、生命判断の本人のことじゃないから。そうないからね。生命判断でもこうなってるということで。いや、どんな性格がしてや言うから、ちょっと調べてみました。生命判断。